だってもうどこのアホがさっきからライン打つかいな。どこのアホよ。飯食え。うんうん、まあまあ、うんうんうん、ちなみにこのメガ盛りカレーどこに売っとるかというと、大田で言えばね、大田の業務用スーパーにね、確か100円だったかな、うん、売ってます。うんうん、あー、せるカレーうまいな。ていうか、やつらは昼飯っちも食わんの。今日はご飯だよって教えてくれたのダンプのうんちゃんやからね。うん、ダンプの中かこうやって、これね、ご飯の合図なんですよ。あ、喉詰まる。あ、やば。慌てて食うとね、喉に詰まるってね。気をつけてくださいね。ああ、喉詰まる。あ、やばい。あ、やば。誤嚥するとね、胃の中でね、空気が溜まってしまってね、ご飯食えなくなるんですよ。あ、やっと今胃に落ちた。ここを通過するまでがしんどい。ここよりもここ、今日は昼飯食ってたらね、昼飯でカレー食ってたら、食ってて慌てて飲み込んだら誤嚥しそうになって死にかけたっていう動画にしましょうかね、はい、
いつもね、仕事上ね、早く、早飯は早くそう当たり前なんですよ。警備員の場合はね。早飯は早くそう当たり前。ね。早い時にはね、飯、5分つう時がありますけどね、現場におっちゃう。はい、完食。ごちそうさまでした。はい、この動画がいいなと思われた方、高評価、グッドボタン、チャンネル登録のよろしくお願いします。はい、島根県浜田市金城町からノンチャンネル TV がお送りしました。次回の動画、お楽しみに。バイニャー。